は使わない。映り込んだ自分がゲロブスすぎて見た。ゲロブスってハクちゃんです。今のゲロブスやな。ゲロブスってあんま使わなくない。いつもさ漏れてる自撮りしかさツイッターにあげんけんさ、こいつ誰ってなる。おぎなです。どうもどうも。レッスン会場だよってさっき言った。レッスンスタジオ。あ、スタジオ。スタジオかな。レッスン会場スタジオ。スタジオだよ。四国独占かって言ってる。どういうこと？よくわからん。なんかパンチ。ねえねえ、みんな、あ、リリさんだ。あ、そういうこと。あの方言ってこと？ゲロブスって。ああ、そういうこと。ゲロブスそうなの。こんばんざい。この間ツイボで見た可愛い子。え？みなみさん。え？ツイボで見た可愛い子本当に可愛いと思った。それみんなに言ってない？みんなに言ってないかな。フォローしてくれた人だ。チラシ渡した人、チラシ渡した人に覚えてもらえるの嬉しいよね。いちごの旬は1ヶ月後。いちご狩り行きたいんだよね。東京どっかあんの？いちご狩り。明日バンザイ行くけどランチ休。明日？ない。バンザジャパンの物販にランチ供えてほしいんだけどね。でもなんかねえねえ、バンザジャパンの物販にさ、足軽ジャパンのさランチ供え置いてもらえないのかね。どうなるね、うん、でも逆にさ先輩たちの、うん、うちらのライブの時に先輩たちの、あ、確かに置いてないけどさ、ね、確かに確かにないわ。バンザジャパンの物販にはないな。なんか足軽ジャパンの方にもバンザジャパンのランチ券売ってないから、そうだね、ないね。買ってくれる予定だったの。悲しい。でも通販でも買えるから。買ってほしいよ。この視点いいなって。ありがとう。じいさんこの間チェキ取ってくれたね。買えると思って、楽しみにしてくれたの。どうしよう。買ってほしいけどな。土曜日に行くよって30日足軽ジャパンを来る、足軽ジャパン見に来る。12月30日渋谷 G タンツってところで、ライブプラスっていうイベントに出ます。12月30日15時55分から15時55分から出演だから来てね。シンポジがたくさん、私だけだ、私だけシンポジがあるから来てほしいな。本当土曜日ってこと？直接欲しかったら車で待てないから。直接渡したかった。私も足軽ジャパンに来る予定はない。バンザイジャパンと一緒に出るときやったらいいんだけど、12月1日とかマネージャー頼んでリリー販売。おー、びっくりした。マイカ、うおー、いっぱい来た。こんばんざい。こんばんざい。こんばんざい。唇めっちゃ赤いね今ね。めっちゃ乗っちゃったもん。マイカとスズネです。いい、なんか漏れない ね。え、漏れてるよ。漏れないよこれ。なんかリアルじゃない。現実現実現実やっちゃった。土曜は仕事か。横じゃないの、横の方が。午後公園ねって、あれ、それもしかしてバンザイジャパンのかな。横のがいいよ。縦のがいいよ。縦のがいい、横のがいい、縦のがいい、喧嘩してんじゃん。午後公園ねってね、12月30日さ、午後なんかあるよね、一部三部って。バンザイジャパン、ね、それには出ないんです。ねね、ヤンキーさんだって。え、初めて来たよ。今月行きたいだって。え、翔さん来てよ、今月来て。今月？今月でも終わりじゃない？今月も終わりだ、30日しかないよ。ない。足軽はないな。バンザイにもないないだ。年内明日が最後のつもりだし。あ、そうなの。マイマイです。エミとマイカ似てる感だって。似てるってなんか言われるよね。よく言われる。いや、ちょっと化粧水今日なんかちょっと漏れないの、このショールーム。ちょっとこの美肌でしょ、美肌のセミでしょ、ほら
ビフォーダンスってやばくない？これめっちゃキモくない？え、なんか全然違う。なんないよ。え、なんないよ。なんないよね。なんない。なんない。自然だよ。似てる？化粧が薄いから私。ね、薄いね、今日。すごい薄い。メイクちゃんが濃く、めっちゃ濃くなって。メイク、メイクさん、合ってます？新宿か。新宿。前は何をやっても可愛い。え、しこ。可愛い、やった。可愛い、やった。マイマイ。だから30来るの？30来るの？30来るって。嬉しい。予約した？もう予約してくれた？昨日だって。わあ、ありがとう。マイはなんで盛りたいのって言ってる。白い、白い。ブサイクだから盛らないと。白い。私じゃないよ。私が全然なんか黒いよね。マイカちゃんと鍋とマジ黒くなる。シオさん予約したのかな？焼けるー。いや、私のショールーム漏れないらしい。なんか、ね、なんで顔大きくなっちゃったドアップになってやばい、面白い。そのままでも可愛いのにって言ってるよ。いつ千葉の伝道師見習いさんに会えるのかな。千葉、マイマイか。でも漏れるし、1からさん付けになった。あ、そうやね、さん付けちゃった久々に来るからさ、さん付けちゃった。なんか普通に予約した？メニュー予約した？予約フォームから来てくれたかな。なんか漏れないのか、なんか巣みたい。これ私のショールームは巣になっちゃうみたい。みんな どういう加工してんだろう。ショールーム、ショールームで加工はできなくない？うん、できできないよね。美肌効果だ、うん、だよね。全然私いつもこんな感じだから。エミナはなんかいつでも会えそうな気がするだって。そうかな、会えないよ。レアだよ、めっちゃレアだよ。レアなんだけどさ、あれやる？久しぶりに。あれって何？あれって何？ダンソンか新宿は午前中だよねって言ってる。新宿？バンザイジャパンの方の話をしてるよね多分。バンザイジャパンの話をしてると思う多分。シガルジャパンは15時55分から16時、20足して20分足して16時15分まで。にゃーにゃー。スーから始まるやつ、スキーってスキースキースキー。俺の方がレアね。レアだね、確かにレアだ。ってことで、もう行っちゃうの？バイバイ。エミが照れるやつ、好き。シュウさん、こんばんはって、ありがとう。来てくれてありがとう。好き。好き。私が思ってるシュウさんかな。渋谷が夕方でしょって。ねえ、明日夕方なの？明日30日夕方？渋谷？バンザイジャパン。足軽ジャパンは15時。30日15時55分から16時15分までだよ。新宿、あ、じゃあ渋谷、渋谷時間です。新宿両方とも。足軽ジャパン、バンザイは夜でしょ。バンザイ何時？一部と二部があるらしいよ。でもね、時間違うよね。1部と2部で時間が違う。アシガルジャパンは15時55分から16時15分だよ何回もアシガルジャパンの宣伝する。1部が11時20分からだって。3部はどれ行くんだろう。あー、ジョレーだ、久しぶり。みーちゃんからなんか自撮りが送られてきたよ。バンザイは夜、1部と2部があるみたい。アシガルジャパンは15時55分から16時15分だよ。みーちゃん、そう、今日は T シャツがサラサちゃんの T シャツを着てます。じゃん、かわいくない？めっちゃサラサちゃんの生誕 T かわいい。パクちゃんがつくしちゃんの生誕 T を着てますね。
レッスンだよ、わずわず。こっち向きにする？あ、うつうつする。はい、つくしちゃん生誕っていい、かわいい、かわいい、超かわいい。なんかつくしちゃんっぽいよ、そう、シンプルなのが。かわいい、超かわいい。つくさらさちゃんの生誕っていいです。かわいい、超かわいいんだ。ウキウキ。30日渋谷。え、足軽行くの？ありがとう。予約してくれた？え、みんなで予約してくれた？誰で予約したの？チケット購入して予約して。シュウさん、ホッサもありがとうね、めっちゃ投げてくれてる。寒いから気をつけます。おかしいため。みんな夜ご飯何食べたんだ？ちょっと今日はお化粧がね、ちょっと違うの、いつもと。ちょっと違う、うん、ちょっとだけ変えた。30日楽しみにしてるよ。っていうのは俺は半袖だし、毛布にくるまってるからいいじゃん、あったかい。色のはアンドロイドだから漏れないみたいな、夢のショールームは。漏れなーってめっちゃ言われてた。2人の撮影風景を映したけど。面白い。マイカちゃんがずっとずっとたどりして一周映した。めっちゃ星投げてくれてる。30日みんな来て。おつおつおつ、ゆなさんありがとう。ゆなさん30日来てくれないの？11月30日、明日、明後日、明後日だな、土曜日来て。12月1日ワンちゃん、あ、本当に来たー。あ、スズネ来た。ここのさ、同じ高さにしてほしい。いろいろ落ちちゃうから。スズネ来ました。このマジで漏れないね、これ。ごめん。みんなに漏れないって言われる、この商品。スズネちゃん出てるよ。やっぴー、やっぴー、小島だよ。え、そんなにそんなに漏れない？こんなもんじゃない、ショールームね。え、みんなどんだけショールームで漏れてるの？こんなもんだと思うんだけど、なんでだろう。私のショールーム全然漏れないみたい。12時配信してるから見れなかった、がっかりしてた。12時全然いねえ、人来なかった。じゃあスクショするぞって。いいや、ショールームこんなもんかなって思うか。みんなもっと漏れてるんだ、私だけ漏れてないみたい。え、でもいつもこれで配信してるよ。漏れてないみたい。みんなに漏れてない、漏れてない。みんなの携帯をもっと可愛く映るらしい。あれだけ、あれ漏れてるやん。ね、漏れてるよね、別にね。普通に普通だな、なんか普通って感じ。今日は足が違うよ、風でパン虫だよ。私も漏れてない。見える？見えない。見えないです。近いんじゃないの？近いのか。でも遠いとさ、なんか光が届かないんだよね。届かない。じゃあ携帯の光がさ届かない。腕ピンピンに伸ばしてます。
心の目で見るんけ、見るんだよ。そういうこと、心の目で見るの。なんかさ、カマキリみたい。何分かな。背景が白いと丸い光って、あ、背景白のがいいのか。なんか今お白ない。何時、他の15時55分も16時15分この間見てやるの。キャンセルだ、キャンセル。こんばんはって何て読むんだろう。ぬりっつ、ぬりっつさん、こんばんは。ポケモンやりたい、やれよ個人レッスンなのって。違うよ、もうレッスン終わってみんな帰っちゃった。あとはみーちゃん聞いたら号泣してしまうよ。あ、そうなの、言ってたね。でもなんかエモいって好きな曲って。今海の走るありがとう。私も帰るか。まだ帰ってないの。家じゃない、まだ家じゃないの。お腹すいてぶっ倒れそうだわ。誰かめっちゃ踊ってんじゃんそれな、家なう。なんか食べてね、帰ったら食べる。寝るかってこと、寝ちゃダメ。30日の予定を調整して、寝る前に私がミルクティーおごる感じになってんの。謎じゃないエブロちゃんミルクティー飲んでみたいな謎なんだけど。ドガップ、単純エージェンしか見ないからなって。みーちゃん来てね、楽しみに待ってる。今何分配信したかな、探してね。分かった、頑張る。今何分ハプチン。今40分。よく止まるなって思ったらネットワークケーブル抜けてたわしっかり。それかタピオカおごって、なんでやねん、なんで私がおごらなかんの。 謎なんだけど。貧乏人にたかるな
生誕って言っていいよね。エミネムもさ、私19分からやってる、20分からって言ってして20分配信したんだ。10分やるか。タピオカ系女子だったの私もタピオカ女子でも今月は余った。でも結構飲んだわ。この間ハクちゃんとタピオカ行ったよね。うん、嘘、これ行く前。ああ、いたやば、記憶力やばいよ。えっ、ー、って言われちゃったそう言ったの。なんかお芋さんのところ、え、いちごおごってって、みんなおごってあげるでしょ普通ね。みんなおごってあげるじゃね普通。女の子にたかるなんてダメだよ。え、女子だったよいやあれね、R1 ヨーグルト、あ、R1 ね、私も好き。牛乳とかヨーグルトめっちゃ好きだから、好きだよ。ヨーグルト食べたい、最近ヨーグルト食べたい。分かった、おごる、夢のだけな、好き、ありがとう。そういうこと言ってくれる男性がいいよね、やっぱりモテるモテるとか言って、みんな言って、みんな言って、めっちゃ二人で味噌カツ食べに行こうな、俺のおごりで。おお、いいね。味噌カツ、味噌カツ愛知にってこと。じゃあみのが愛知に遠征行けるように頑張るね。牛乳あるだけでヨーグルトなら一緒やん飲むヨーグルトもあるな。あれ飲むヨーグルトってもうほぼ牛乳だよ。牛乳やないか。ちょっと手が疲れてきちゃった。この間の配信スタッフさんがやっててずっとこうやって持っててすごいなと思った。手疲れちゃう。名古屋でな、名古屋遠征を行くためにまずバンザイジャパンに昇格しなきゃダメでしょ。そう、頑張らないと。エミの人気ないからさ、この間も言われた運営さんに、本当に人気ないなお前って。いや全然違うって。違う、そうなの。漏れないショールームに移りなさい。漏れないショールーム、エミの大好きだよ。こいつは誰にでも大好きって言うからそれエミのチャンネルそれエミのチャンネルね。バイ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 、お疲れ様。バイバイ、ね、帰っちゃう二人が。お疲れ様でしたっつって。名古屋で待って、そう名古屋行くから絶対。ありがとうね本当に。名古屋に行った時は子さん面していいよ。子さん面子さん面待って合ってるよね。子さんずらしていい。牛乳飲みすぎてトラウマが。どんなトラウマなの。鼻から出てきたとか牛乳って飲みすぎて鼻から出てくるのかな。やばくないそれは。こそこそ会場に入る。こそこそ、あ、ほんと、こそこそ、どうしよう。最近エミラがかわいい、あ、キッチーキッチキッチー、かわいく見える。どうしようって、やっとエミノの良さに気づいたのか。鼻で笑われた、アクチャに鼻で笑われた。やっとエミノの良さに気づいたんだね。もうアスキッチくん、そのままどんどんエミノの世界に。みやこさん、エミノ推しになる、そのうちね。リスト終わりだからさ、前髪がさ、もうバリアみたいになって、身長伸ばそうとして伸びすぎて嫌いに鼻から出たんだ絶対。そして誰もいなくなった。悲しい。ハクちゃんいる。ハクちゃん更新いけたとか言ってるけど何の話？更新いけてないっす。いけてないっす。何何の話？免許更新。免許更新行かない、行かんだよな。免許更新とか受けるんだけど。配信見てるんだ。結果160センチしかならなかった。え、そんな160センチじゃないの。私より全然高いじゃん。私が160ぐらいだから。はい、嘘ついてる、バレる。やっとアスキッチさんがね、私の良さに気づいたみたい。もう気づいてる人は疲れてる。でも髪の毛バサバサだから今ちょっと漏れないかも。ちょっと私のショールーム漏れないみたいだから、みんなにブサイク、ブサイクなショールームだと。私のショールームそんな漏れない。みんなそんな漏れるんだ、分からん。
みんなの配信あんま見てないからちょっと見てみよう。どんぐらい持ってんだろう。素だよね。でも素って感じ。加工をするとなんかすごい、私のやつほら加工するとこんなになっちゃう。肌がやばくない？もう凹凸がないからさ、やばいよね。これ加工あり、加工なし。やばくない？加工あり、加工なし。やばいよね。加工ありだとなんかすごい変な。だからいつもなしでやってる。もっと身長欲しかった。でもなんか普通の女の子よりね高かったらいい。私はスーパーシークレットブーツやで。え、そうなの？本当に？また止まった。え、なんでなんで？みんな止まってる？止まった？止まってる？動いてる？最後かな？配信止まりますか？あえて自分が止まるみたいな。可愛いと思う。本当に？じゃあ闇の推しになってよ。何？星になってる。ハクちゃんかな？ハクちゃん。タンコブへこんだのかな。タンコブね、やばい。よく言ってたな、言ってたな、タンコブね。なんでタンコブできた？僕ら寝て起きて、頭痛ーっとなって、あくびしたら痛いんやって。はーっと待って、そしたらタンコブできとった。え、爪かわいい、ピンクじゃん。そう、ピンク。でもフレンチにしようと思って、先っぽピンクにしたいで、先っぽを白にして、フレンチにしようと思って。かわいい。180欲しかった。高いね。180もあったらもうなんかバスケ選手みたいななれそう。俺だけが止まってる。なんでだろう。つけた？なんか Wi-Fi は30センチ近く持ってる。絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘だよ。釣りは嘘。なんかさ、グイグイ来られると逃げたくなるから今度は少し我慢してみる。してください。我慢。私グイグイすると逃げたくなる、逃げられる、うん、やめればいいの、ね、グイグイはやめた方がいいね。ハクちゃん、はい、グイグイはやめた方がいいのかな。ユミノちゃん、そう、ササさんに対してとかさ。ユミノちゃんはそれがキャラじゃん。ルナさんに対してとかだから逃げられるのか。だから一方通行の愛なんだね。それがユミノちゃんじゃん。それな。グイグイだから。でもさ、控えめにするとさ、うん、控えめに行くか。でも今日控えめだってさ、え、どうしたのって言われてたじゃん。そう、それな。今日レッスンの時に結構控えめってか、なんか元気ないみたいなめっちゃ言われて、元気ない、なんかみんな元気ない、なんかどうしたの、なんかあったってめっちゃ言ってたよね。うん、だから急に多分ね、みんなちゃんがね、ずいぶん行かなくなるけど、みんな、何もとってない。もうどうしたらいいか分かんない。でもぐいぐい行くとさ、引かれちゃうじゃん。なんか、うん、どうしたらいいか分かんない。控えめにすると元気ないって言って、グイグイ行くと惹かれちゃうじゃん。どうする、もう分かんない。もうマジ分かんない。近かったらありだったってね。でも来て、でも来てとか言って、私が行けばいいんだよね。まずバンジージャパンに昇格しないと。 PC からなんか安定の優先ラン、 PC から見てんの。魅力的すぎると離れますね。だって、いや、そんなことないよね。魅力的すぎると近づくよね。え、分かんない。病んでるのってなる。グイグイじゃないと病んでるのってなるみたい。なる？うん、ゆみのちゃんは。ほんと？ゆみのちゃんグイグイじゃないと病んでるのってなっちゃうのか。病んでるガールになっちゃう。どうするよ。あくちゃん。そのままで行く。でもそうするとさ、ササさんに惹かれるんじゃ。惹かれるんじゃ。惹かれてるから大丈夫でしょ。今日マジで一言も喋ってないんだよ。私。我慢した、ほんとに。ほんとに。バイバイするとき抱きしめたかったんだけど我慢した。本当に最近我慢してるの、ササさんと喋ることを。目が痛くなってきた、めっちゃ。最近ササさんと喋ることを我慢してる。闇ガール、山ガール的な。ほら、見ていたくても尊いなって。離れるやろって。離れないよ、近くなる。あ、ジャンボさんありがとう。ジャンボさん、いつも初見ですね。あ、見せよ、見せよ、見せよ。じゃあ、見て、生誕ティーだよ。見て、つくしちゃんの生誕ティーだよ。荻野、荻野、今日ゲロブスだから。顔映してよ。あ、映さないの？映さない、顔映さない。これ、荻野博が来ております。つくしちゃんの生誕ティー。ゲロカワ。つくしちゃんっぽいよね。うん。めっちゃ可愛い。これだってさ、この、ね、これ文字も好きやもん。文字ね、はい。いいよ、大丈夫。私は、サラサちゃんの
正団員を着ております。めっちゃ可愛いさ、めっちゃ可愛い、可愛いよね、個性出てる。ああ笑うだって待って、ハクちゃん染めたって言ってる。髪の毛ですか？髪染めました、染めました言うております。染めました。ハクちゃん映ってくれないから。 初ブリーチしたんですけど。え、初ブリーチなんだ。初ブリーチしてそう、そう、初ブリーチで、わよ、こんなわよ、こそこそちゃんとやんないとなと思った。ケアをやばいよね、ね、やばいよね。サラサラではない ね。でもブリーチさ、子供じゃない？そうなんかな、うん、だってアジちゃんとか。そうそう、思った思った。だけどアジサちゃんはなんかあんな感じだとさ、ブリーチしたわけになるんだ、うん。でもなんかレナさんとかめっちゃ綺麗だよね。すごい、レナさんも綺麗。レナさんめっちゃ綺麗。まあ、そういうとこも好きなの。まだレナさんへの愛を語り始めちゃうから伝えますかね。また惹かれちゃうから。めっちゃ惹かれたんだよ、あのチョコレートのやつ。めっちゃ惹かれたんだが。見た？ツイート。見てない。チョコレートが好きすぎてたまんないみたいなやつをエミノちゃんに変えたの。私が。エミノちゃんが好きすぎてなんか助けてみたいな。めっちゃ惹かれたんだよね。金髪ヤンキーって言ってる。金髪ではない。思った。金髪ではない。最初の時より明るい色って。はい。うん、みたい。嘘。変わってないっす。まだ色落ちしてないはず。昨日やろ。昨日の今日で色落ちしてない。あれじゃない。今のが光があるんだよ。お家で配信するとき光ないんじゃない。染めたことないって。私はね、茶色しかないの、染めたこと。でもなんか最近毛先傷んできて、私もなんかグラデーションしてる子みたいになっちゃって、毛先がすごい茶色になってきちゃったから黒染めしようかなって思います。写真撮るか。何の？ゲロブセうるさいじゃん、ゲロブセ。ゲロブセないよ、眉毛しか描いてない。日曜日キースター、眉毛終わったら足軽見ないで物販行かないと。だってひどい。私も染めたことないってね。いや染めてるやん。ゆうなさんさ、完全にブリーチしてるよね、あれ。真っ白やんな、髪の毛。写真撮ってあげるよ。ほんまに？うん。サムミワイパー。何サムミワイパーとか聞いたことないんだけど。方言じゃねえだろ絶対。ネムミワイパーとかめっちゃ言う。なんかおは、あ、なん、おはまる水産とかよね。なんか変わってるよね、ハクちゃんの。おはま、あざまるって言わ、あざまる水産、あざまる水産って言わ、ああ言うかもしれん。 おはまる水、あざまる水産。時期が茶色だから染めたこと、あ、いいね。え、そうなの、あれは天然や、嘘つけ。なんかおもろいわつって。ハクちゃんがおかしいんだよ。おかしくないの。ピエンって言ってね。ピエン、なんかピエンって可愛いよね。ピエンは可愛くない？え、嘘。ピエン可愛いよ。ダメみたい、ピエンダメみたい。ダメだったみたいです。ピエンとかはなんか塚さんとかよく使ってない、ピエンピエンみたいな、あのあゆみさんとかピエンみたいな、めっちゃ可愛いなと思った。先輩がピエンって使ってて可愛いなと思ったんだよね、と思ったんだけど、あれ着替えに行っちゃったかも。え、ピエンって可愛いなと思ったんだけど、私だけかな、ちょっとダメみたい。ハクちゃん的には NG みたい。ピエンピエン可愛いよね。ハクちゃんはどこの方言？ハクちゃんはね、カーガーは？可愛いんじゃない？可愛いよね、ピエンピエンピエン。シクシクよりピエンピエンのが可愛くない？おはまる水産、俺も思った。磯丸とどこか、どこもかかってない。それなんか謎だよね。携帯の充電やばす。外なの今。家じゃないの？家っつってたか。充電して。今何分か教えて。あ、もう55分だ。やばば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 ば。終わろうかな。今日はいろんな人が来てくれてありがとうございます。172人の方が来てくれて嬉しいです。エミドの。アミノのショールームはいつも漏れないみたい。まあ、いっか、巣だもんね。巣をみんなにお届けしております。はい、ということで今日はスタジオからの配信でした。来てくれてありがとう。レアでしょ、このレッスン着の
スラスちゃったの、めっちゃ映った。でまた今日はエミノの配信の日だった、木曜日ね。また来てね。明日も配信、あ、明日も多分みんなで配信すると思われるので来てくださいかな。11月の30日足軽ジャパン渋谷ジーカンズさんで、ライブプラスという、イベントに出るので見に来てください。予約してない人はエミノで予約してくれたら嬉しいです。イベント期間中だからランチ期とかスペシャル特典とかも物販で買えるので待ってまーすぜひ、30日はエミノちゃん初の初のセンター曲があるのでぜひ見に来てください。ちょっと変わった曲に、エミノらしさを出した曲にしようと思ってるので見に来てね。いっぱい研究するね。ありがとう。今日もみんな夢で会いますように。おやすみルクティ、バイバイ。来てくれてありがとう。最後にハクちゃんとバイバイって言いたかったけど、ちょっとハクちゃんがお着替えに行っちゃったのでエミノちゃんワンピープルでバイバイ。ハクちゃん来た、バイバイってやって。はい、はいとか言って。30日待ってまーす。エミノでした。足軽ジャパン松田エミノでした。バイバイ。